にはホラゲもやっとかんと体調を崩すで。確かに最近ホラゲやってないせいか体がだるくってってなると思う。素晴らしい乗りツッコミです。どうも。てかなんなのさ、ホラゲやらないと体調を崩すって聞いたことないよ。逆にあかねちゃんはこんなので体調を整えてるっていうの？うちは地獄の関西ピンクやさかい。わけわかんないけど。あ、これちょっと前の動画のネタです。みんな地獄戦闘を見てきてや。ちゃっかりしてるね。ああ、なんて言ってる間にロード画面じゃんか。やだよもう。登場するのが久しぶりすぎるから自分の設定自分で言っちゃうけど、私あかりちゃんと一味を争う当チャンネルの怖がり要員です。でかい人が怖がりなんはたまたまなんかな。私のバストアップで許してくれないか。いただきます。しかしダメです。なんだ、私が損しただけだった。ほなお礼にうちのバストアップを。需要あるの？傷つく。じゃあ入るよ。どうぞお入りください。暗すぎるよ。電気ないの？電気は、あるじゃん。そりゃアパートに電気くらいな。厳密には電気のスイッチがあるだけで電気そのものは存在してなかったと。マキマキマキさん、こういう時は大体ブレーカーを操作して電気を通すのがホラゲのセオリーやで。アドバイスありがとう。あと巻きすぎだよ。ブレーカーか。どこに行けばあるの？どこやろな。とりあえず奥の大まで見に行ってみよう。暗い。木箱がある。わっ！え？私が触ったら動いた。触るからやで。まあホラゲなんて大体雰囲気作り上げてからのドンの多いからまだ何も出てこんと思うで。本当？あ、これがブレーカーだよね。ノーライトノーライフだよ。文明の利器は絶対に活用しなければならないんだ。どうだ、これで明るくなっただろう。思ってたんと違うぞ。ホラゲはいつもストロボよ。まあまだマシか。我慢しよう。よう見たらテクスチャ綺麗な本や。アカネ殿、扉が開きません。おそらく私がこのアパートの倉庫に閉じ込められて死んでしまうというストーリーでやってるかと思います。考察もできましたのでゲームを終了してもよろしいでしょうか。ダメです。巻き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 さん。いや、巻きすぎだって。サボってないで扉を開ける方法を探さんと。どこかに鍵でも落ちてるの？外から鍵かけられたような感じなんだけどな。鍵が落ちてるんなら光ってくれてないと私わかんないよ。いやー、怖っ。どうして？ふっふっふ、怖がってる怖がってる。どうして人は怖がってしまうのだろう。え、私の脳内では今ニューロンが活性化しヘップ型と逆生産。ああ、明るい明るい。よかった、ちゃんと電気は通ってたんだ。な、何事やったの今の。よく見ると綺麗なお部屋だね。住みたい？岩田市のクリーンな物件であるならね。霊障が週1回くらいのペースでしか起こらんかったら住める。私がこの部屋に住める条件の限界を求めてるの？てか、またしても扉が開かないよ。鍵がどっかにあるはずや。机の上とかにはなさそうなんだよな。こんなところにあったとしても届かないよね。え、棚の上に何かあるって。ほな、何かの上に乗って取るとか。そっか、乗れるものといえば椅子かな。でも取れないから違うのか。あ、あの木箱って使えるかな。クリックしたらちょっと動いてたから、もしかしたら持ち運べるのかも。はい、正解。私賢い。よし、あっちに連れて行ってやるぞ。わあ、暴れるんじゃないよ。この箱生きとる。暴れたって連れて行っちゃうもんね。てか普通に椅子でよくない？例えばの話、私がおデブだったら木箱潰れるよ。せやな、お胸太ってるからな。聞いたことない言い回しだな。こんなところに鍵があった。ベッドルームの鍵だってさ。確か開いてない扉は2箇所だった。こっちかな。あれ、なんで開かないの？鍵持ってるよ。あ、間違えました、あっちです。そしたらあと一つの部屋はおトイレとお風呂のお部屋やな。おトイレとお風呂が一緒に住んでる部屋みたいな言い方になってるよ。おお、大きなベッド。これなら寝相の悪いアカネちゃんがいくら寝返り打っても落ちないから安全だね。ふっ、それを見越してうちは布団派や。賢い。引き出しの中とか見てみよっか。なんだこれ。とりあえずもらっておく。真ん中は開かなかった。うわ、君の悪い写真。わーい、Tポーズの幽霊や。なんだ、バグってただけか。カメラ、かな？うん、
左上のログにカメラって書いてるね。どこで使う？じゃ、今日はこの辺にしよっか。マキマキ、もう一回覗いてみて。わかった。いや、普通に言いますけど。せやんな。何の意味もないことさせられたわ。これ、カメラで除霊するタイプのゲーム？いや、撮影の回数に制限あるな。多分、カメラ使うところではないと思うで。行こう、マキマキ。行かな始まらへんで。やだー。これ、ドーンってくるやつ？それともパッて消えるだけのやつ？どっちかな？パッて消えてくれ、あー！今電動ドリルの音聞こえませんでしたか？私だよ。頼むから、ホラゲやるなら、もっと敷居の低そうなやつからやらせてください。これ無料やで。いや、金額の話じゃないんだよ。怖さの話ね。怖さな。やらんとわからんしな。ま、その通りなんだけどさ。何か物音が。どこ行くの？いや、こっちの扉が開いた音かな。と思ったけどそんなことないんですね。こっちですね。はいはい。もう、この部屋真っ暗なまんまじゃん。電気ついてよ。もっかいブレーカー見に行ってみたら？うん。あ、今扉閉まった。頑張ってブレーカーのところまで行こう。はぁ、3分前と同じ苦痛を味わうのか。あれ、ブレーカー触れなかったよ。あ、そっか。え、何？3分前、爆音とともに電球が散ったから、ここは真っ暗なままなんや。え？そんな。返してよ。私の産地を返してよ。あれ、なんで？あー、暗くてよく見えへんな。近くで確認した方がいいような気がするな。畜生、好き放題言いやがって。はっ！なんか刺さってた。鍵だ。ってことは、もう一つの扉が開けられるのか。うちが背中を押してあげたおかげでいけたやろ。ムカつくけど事実。ありがとう。よっしゃ、見返りとして後でおっぱい揉ませてもらおう。やだよ、あかねちゃん。いろんな方向にめっちゃ引っ張りそうだもん。え、あかんの？あかんわ。へぇん。ここは、電気つけられる？お、めっちゃ広いで。広さよりいろいろおかしいところがあるじゃん。洗面所の手洗いが3つもあるとかさ。ほんまや。血だらけだ。写真でも撮ってみようか。血だらけ記念日やな。記念にするんじゃないよ、そんなの。てか、効果音といい、このカメラといい。以前やった、ノックドアップってゲームと全く同じやわ。そうなの？同じモデルを使ってるんだね。無料、あるいは格安で配布されてる素材なんかな。ゲーム界のイラスト屋みたいなもん。そうなんだ。いや、うちも全然知らんのやけど。このさ、写真振るとさ、くるくる回るんだよね。撮った写真が確認できないよ。あれ？私扉閉めてないけど、あー！やめろー！目に悪いぞー！泣きたいのはこっちだよ。なんで幽霊が泣いてんのさ。幽霊と赤ちゃんは泣くのが仕事。赤ちゃんと幽霊並べるんじゃないよ。あかり、あかりを送れ。あかりちゃん。そういや、怖がりキャラのあかりちゃんとマキマキで実況したらどないなるんや。ふん、そりゃ二人揃って逃げておしまいよ。愚問やった。もう一回、電気つけられるかな？誰？うぃー！吊るされた死体袋か。これも見たことあるんやな。なんで？なんでさ？動いてる奴もいるの？なんなんだよ！こんなアパート、お金もらっても住みたくないよ。もう、ひそひそ喋るのやめてよ。いやー！何今の産声？違うわ、電動ドリルだわ。私電動ドリル。そう。いや、何も言うてへん。ゲットアウト。どういう意味なん？出て行きなさいって。え、いいの？出て行っちゃうよ。やっと解放される。わーい、ゲラウェイ。ゲラウェイ。ってどういう意味なん？逃げろって意味さ。アカネちゃん、本当に英語知らないんだね。もちよ。なんで誇らしげなんだ。おい、なんだこれ、話が違うぞ。ゲラれられへんの？いや、それ何語？あ、ゲラウェイ、ゲラウェイ、プリーズ、ゲラウェイ。アイアムピーポー、ジャパニーズピーポー。この子ほんとさっきから何言ってんの？意味わかんない。は、終わった。どう、うちのおかげで怖くなかったやろ。まあそのようにも思いますね。ほな次も一緒にやろか。うん。あ、やだ。やっぱりもうホラゲやりたくないから。やだー。